1988年の南海ホークスでは、1988年の南海ホークスの動向をまとめる。このシーズンの南海ホークスは、杉浦正監督の3年目のシーズンである。一昨年の再開から2年目は4位まで順位を上げ、勝負の3年目を迎えた、杉浦監督は4月9日の西武との開幕戦で、オープン戦で、ノーヒットノーランを達成した3年目の西川、 吉明を開幕投手に起用。西川は期待に応え7回まで、納比と10奪三振の回答を見せるが、8回に2安打を、浴びて1点を失い、打線も、工藤君康に抑えられ5安打完封負け。この敗戦を引きずったチームは、開幕7連敗で最下位に、転落、さらに身売りに否定的な立場を取っていた、川勝伝えオーナーが4月23日に死去。 川勝オーナーのためにも A クラス入、e、りを狙うチームは5月に13勝9敗1分と勝ち越して最下位を脱出すると日本ハムや阪急やロッテと A クラス争いを展開。しかし9月には球団をスーパーマーケットの大英に売却することが発表。これが王を引いたのか9月を8勝11敗で負け越して5位に転落。杉浦監督の3年目、そして 南海ホークス最後の年を A クラスで飾ることはできなかった。打線は角田博光が本塁打王、打点王、MVP を受賞、角田、トニー・バナザード、佐々木誠山本和則らが活躍し、本塁打と得点はリーグ2位だったが、投手陣は先発投手の5投手すべて2桁敗戦を記録するなど、チーム防御率はリーグ4位。 失策もリーグワーストを記録した。カード別では2位近鉄に13勝12敗1分と、勝ち越したが、4連覇の西部には10勝16敗、3位日本ハムには9勝17敗得選した。ありがとうございます。